おお。ピピピって動きに反応するね、バスが。このピピピって。野良ネズミとかなのかね。でも止めると、へいって感じで見切る。寸前で見切った。なんだ、これをなんで見切れるんだ。おお、見切んなかった。あー、まあでもちっちゃいか。今エビさんでありがとうさん。よし、やっと釣れた。ようやく今エビに変えてなんとか騙すことができました。中にはね、ちょっと大きなサイズも混じってるんで、頑張って狙ってみたいと思います。よし、ありがとう。今エビのロングスカート、もうね、こんなのに変えてようやく、だいぶね、釣れてるな。これはやばいな。水面でもう糸つけないようにして、なんだかわかんない感じにして騙すしかないかな。ボイルしてくれればね、一瞬パーになってるからかかってくれるんだけど、食ってんのは何やら追い川っぽいから、あんまり沈めてっていう感じでもなさそうだし、ちょいと厄介なんですよね。でかいのがいて、スイッチさえ入ってくれればもう一瞬でガバーって出そうなんだけど、実際一回だけね、プラグ系にも出たんですが、3匹目に行った。うわー、今エビ見切るな。釣れてんな、上流。よし、かけた。これは、ああ、外れた。
食うぞ。食った。よっしゃ。今エビの、うおお、引く引く。今エビの提灯。1分待ちぐらいかな。結構待ちましたよ。よし。ナイス。ありがとう。よいしょ。うい。はい、今エビの提灯で、あそこのね、木に引っ掛けて、1分ぐらい、誘って食ってくれました。ね、中には40ぐらいのもいるんですけど、とりあえず、食ってくれただけありがたい上流バスくん。ね、いいとこに、がっちり、かかっております。ありがとう。もう地味だけど、とにかく、泳がしてくると、見切るからもう、枝とかに引っ掛けてひたすら、待って待って、吸い込んでもらってって感じか。いやー、厳しいね。今エビは、2番フックで、やっているんですが、あ、尻尾が。まあ、なんだか本当得体の知れないものって感じのシルエットがいいのかもしれない。ふんわりしててなんだかよくわかんないからね。虫かなと思って食っちゃうんだろうね、多分ね。あ、この枝、うわ、デカバスがいっぱい上に上がってったな。ロックオンしてる、ロックオンしてる、ワカサギロックオンしてる。下ってった。あー、見切った。あー、やっぱ引っ掛けて、引っ掛けてじゃねえと見切るなぁ。風があるから、風はらんで手前に。寄せられちゃうんですよね。むずい。いい切る引っ掛け、これは越えられないから、ダメでしょう。これどうよ。一匹なんかね、下で見てるっぽいんだよね。ちょっと怪しい黒い影があって、ちょっとずつ近寄ってる。この場合は、一定のもう、根比べだね。奴が吸うか。俺の手が痛くなってやめるか。ほんとね、結構やっぱゴールデンウィークも過ぎて、前はすぐにスッと吸い込んでくれそうな魚もだいぶね、なんか警戒してるんですよね。気持ちだから、これ今今エビつけてるんですけど、まあ魚のいない間はこう木とかに吊るして提灯で誘ってやって魚が湧いてくるの待ってね。でボイルしたらさっとこうプラグを入れる。こんな感じの二段構えでやっております。あ、バスがね、今ねずっとね提灯してた。あ、見に行ったっていうか、このふ、ああ、食うな食うな食うな、食うよ、吸え、吸った。ああ、ね、普段はこんな感じで、
提灯釣りの練習して、おっと、でボイルしたらボイルフィッシュを狙うと。はいはい、ありがとう。今エビ立て続け。はい、ボイル待ちの間の提灯釣りね、今エビのオフセットをノーシンカーで、でちょこ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 やってたら、今ね結構遠くからね追っかけてくのが見えて、そのまま引き続き提灯釣りしていたら、この綺麗な上流バスくん釣れてくれました。じゃあ逃がしてまたボイルを待ちたいと思います。結構ねオフセットだけど、虫だとしっかり勘違いさせると美味しそうに食ってくれますんでね、虫って感じで使っております。はい、ありがとうさんね。今エビもう結構3、4匹釣ったけど、シリコンが守ってくれてまだまだいけそうなんで、セットし直して引き続きバスを狙っていきます。でかいのがうようよしだした。うわ、餌探してるな。あの木とかにうまいこと引っ掛けられたら速攻なんだけどな。あ、引っかかった、いいとこに。食うよ食うよ食うよ、食わない、見切った。今エビになんかやられたことは、あ、食った、あー、バレた。いいとこ引っ掛けられたら食いそうだね。出た。おお、今エビ普通に泳がしたら、よし、いや、いい引き、おお、いい引き。そんなね、サイズはそんなでもないんだけど、おお、でかバスがうようよしだした。サンキュー。はい、今エビ普通に泳がしてたら来ましたよ。結構ね、ユーマ詰めになって、難しいことしないでも餌を追うバスがちょっと増えてきたって感じで。うわー、出た。あー、すっげー、うわー、食った。よっしゃ、よし、もう船が離れる。うわ、やった、オーバーリアル63。よっしゃ、出た、よっしゃ、いいでかかった。うわ、気持ちいい。